カード勝ち越しと9連戦の勝ち越しがかかる今日の試合は、戸郷選手と及川選手の投げ合いになります。今日はキャッチャーに大城選手が起用され、レフトにモンテス選手が入っています。浅野選手も1軍昇格も初めてのスタメン起用でライトに入り、昨日に続いて丸選手はセンターでの出場です。浅野選手は2軍では主にセンターを守っていましたが、腰の影響か今シーズンはあまり守備が良くなく、首脳陣もそれを把握していての外野のポジションになっていると思います。ブルペンは2連投中の高梨選手がベンチ外となり、8名体制になっています。このチャンネルはジャイアンツを応援するジャイアンツファンの方に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。毎試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。さらにほぼ毎日、視聴者の皆様とジャイアンツについて語り合うジャイアンツ雑談ライブも行っています。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。1回表の戸郷選手は先頭の近本選手に8球粘られた末にポテンヒットを打たれて出塁されます。続く中野選手の打席で初球からエンドランを仕掛けられ、ワンアウト2塁の形を作られます。ここで森下選手から三振を奪って2アウトとなり、佐藤選手もセンターフライに打ち取って無失点で立ち上がります。1回裏の攻撃、先頭の丸選手がセンター前へのヒットで出塁し、吉川選手のショートゴロでランナーが入れ替わると、坂本選手の打席で相手のバッテリーミスがあり、得点圏のチャンスとなります。しかし連続三振でこのチャンスを生かせず、お互い初回から得点圏にランナーを進めながら、得点できないという展開になります。2回表の戸郷選手は先頭の大山選手をアウトコースの素晴らしいストレートで見逃し三振に仕留め、前川選手をセカンドゴロ、木浪選手をレフトフライに打ち取り、三者凡退で抑えます。2回裏の攻撃、簡単に2アウトを取られてしまいますが、門脇選手がショートの横をライナーで破るクリーンヒットで出塁します。門脇選手は最近5試合で5本目のヒットなっています。しかし得点にはつながらず、この回も先制点は挙げられません。3回表の戸郷選手はワンアウトからピッチャーの及川選手に不運な打球の内野安打を打たれて出塁を許します。前回対戦でも及川選手に2安打を打たれていて、及川選手の対ジャイアンツ戦の打撃成績は4打数3安打となっています。打順が1番に戻り、近本選手から三振を奪い、中野選手はサードゴロに打ち取って、この回も無失点で抑えます。3回裏の攻撃は、9番から上位に回っていくところでしたが、この試合初めて三者凡退に抑えられます。4回表の戸郷選手は、相手のクリーンナップからの攻撃で、先頭の森下選手にレフトへクリーンヒットを打たれますが、続く佐藤選手をセカンドへの併殺に打ち取り、大山選手からも2打席連続での三振を奪って、このイニングの攻撃を3人で終わらせます。4回裏の攻撃は、こちらもクリーンナップの攻撃で、2アウトを取られますが、大城選手がフォアボールを選んで出塁します。続くモンテス選手がレフトフェンス直撃の2ベースヒットを放ち、2、3塁のチャンスを作ります。さらに門脇選手もフォアボールを選んで満塁とすると、浅野選手がレフトスタンドへ今シーズン第1号となるグランドスラムを放り込み、ジャイアンツが2アウトランナーなしから一気に4点を先制します。1軍昇格も初めてのスタメン出場でいきなり最高の結果を出し、本当に素晴らしいバッティングでした。5回表の戸郷選手は木浪選手と梅野選手から三振を奪うなど、先制してもらった直後のイニングを三者凡退で抑え、勝ち投手の権利を得ます。戸郷選手は5イニングを投げて78球、6つの三振を奪って与えたフォアボールはなしと、素晴らしい投球を見せます。5回裏は富田選手が登板し、1番からの好打順でしたが、三者凡退で抑えられます。6回表の戸郷選手は先頭の長坂選手、続く近本選手から連続で三振を奪い、前の回から4者連続三振を奪います。中野選手もファーストゴロに打ち取って、この回も三者凡退に抑えます。
6回裏の攻撃、ワンアウトから大城選手が2打席連続となるフォアボールで出塁すると、2アウトになりますが、門脇選手がこの日マルチ安打となるレフト線へのツーベースヒットを放ちチャンスを作ります。しかしこの場面では得点できず、4点リードで試合は終盤に入ります。7回表の戸郷選手は、この回も相手クリーンナップとの対戦になり、森下選手はライトフライに打ち取りますが、佐藤選手にはヒットを打たれます。しかし続く大山選手をセカンドへの併殺に打ち取り、この回も3人で相手の攻撃を終わらせます。7回裏は伊藤将司選手が登板し、先頭の戸郷選手もそのまま打席に立ち、三者凡退の抑えられます。8回表の戸郷選手は、前川選手をセカンドゴロ、木浪選手をファーストゴロに打ち取ってツーアウトを取り、代打の糸原選手も打ち取った打球でしたが、打球が弱くて内野安打になってしまいます。この場面で相手の昨日のヒーロー、渡辺選手が代打起用され、センターへ抜けそうな打球を吉川選手の広い守備範囲で処理し、二塁に送球して一度はアウトがコールされますが、岡田監督のリクエストで判定が覆り、ツーアウト一二塁のピンチとなります。ここで近本選手を迎えますが、セカンドゴロに打ち取り、戸郷選手はここも無失点でしのぎます。8回裏は岡留選手が登板し、先頭の坂本選手は三振に倒れ、今日は3つの三振となってしまいます。今日は1番から4番までが丸選手の初回のヒットのみの1出塁に終わってしまいます。2アウトから大城選手が12球粘った末にライトへヒットを放ち、2つのフォアボールを含めこの日は3出塁となります。続くモンテス選手がレフトフェンスを直撃するツーベースヒットを放ち、1塁ランナーの大城選手がホームへヘッドスライディングしますが、相手の中継プレーもよくアウトになってしまいます。しかしモンテス選手は今日も2本のツーベースヒットを放ち、早くも8本目のツーベースヒットとなっています。9回表も戸郷選手がマウンドに上がり、先頭の中野選手にヒットを打たれますが、後続の相手クリーンナップを打ち取り、見事2試合連続での完封勝利となりました。これでジャイアンツはこのカード勝ち越し、9連戦も5勝3敗1引き分けで勝ち越しで終えることができました。今日の試合は上位の4名が12打数1安打と抑え込まれましたが、大城選手が3出塁、モンテス選手が2本のツーベースヒット、門脇選手も3出塁で、なんといっても浅野選手が満塁ホームランという大仕事をやってくれました。チームでは坂本選手以来の高卒2年目での満塁ホームラン、それも坂本選手と同じ阪神戦での一発と、今後の浅野選手の飛躍を予感させてくれるような大きな試合にもなったと思います。戸郷選手も中5日での登板でしたが、126球の素晴らしい完封勝利でした。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。